先ほど、ウクライナから飛び込んできたニュースです。ロシアのモスクワで、終末の日の飛行機と呼ばれる、核戦争時に、プーチン大統領や、軍事指導者が乗る飛行機の主たる飛行場で、2機の飛行機と、1機のヘリコプターが、何者かに破壊され、クレムリン内は、大騒ぎになっているようです。終末の日の飛行機に、影響はありません。終末の日の飛行機は、核戦争勃発時に、大統領や軍事指導者が搭乗し、軍を指揮できるように設計された空中指揮機の通称です。2022年3月時点で、終末の日の飛行機を保持しているのは、アメリカ合衆国とロシア連邦とされています。チャロブスキー飛行場では、ロシア連邦調査委員会が破壊行為を調査しており、政府の航空機、いわゆる終末の飛行機と特別な航空機偵察機はこの飛行場に拠点を置いています。厳重に警備された飛行場で未知の人物が爆発物を仕掛け、アントノフ148とイリューシン20航空機、どちらも第354特殊部隊航空連隊に所属、および以前はモスクワ地域へ飛来してきた攻撃ドローンの撃墜に担当していた Mi-28N ヘリコプターを爆破しました。航空機の損傷により、迅速な原状回復を期待することはできません。ヘリコプターの尾部は爆発によって損傷を受けました。別の駐機場のアントノフ148は軽微な損傷を受けました。ロシア連邦当局は破壊工作員を捜索しています。ロシア連邦当局は地元メディアに圧力をかけ、この事件が公にならないように措置を講じています。この戦争にウクライナ軍が勝利して、一日も早く平和な日々が訪れることをお祈りいたします。